佳境に入ってきたところです。いよいよ最後の演目に移りたいと思います。今年は約2年ぶりに札幌国際情報高校吹奏楽部、今回は1年生2年生の方々に来ていただきました。敬老園の夏祭りには過去2度来園していただいておりますが、いつも雨にたたられておりまして、今年はついに待望の屋外ステージで演奏していただけることになりました。札幌国際情報高校の吹奏楽部は道内各地や東京、ハワイ、ホノルル等で公演を行っていて大忙しだそうです。はい、では札幌国際情報高校吹奏楽部、迫力のダンプレの方をお楽しみください。よろしくお願いします。いただくのは3回目なんですが、前までの2回は雨のため室内で演奏したり中止になってしまったりです。外でできるのは今回が初めてなんです。このお祭りがもっともっと盛り上がるよう精一杯演奏しますので、どうぞ最後までお楽しみください。そして私、本日の公演の司会を務めさせていただきます。2年トロンボーン、森本由紀奈です。よろしくお願いします。ありがとうございます。さて、オープニングにお送りしたのはゲバゲバ90分でした。私たちの定番曲でいいスタートが切れましたね。続いてお送りする曲はエビカニクスです。この曲はケロポンズが歌っている曲で、YouTube で再生回数が2000万回を超えているちびっこに大人気の曲です。本日は部員がエビとカニになりきって踊ります。元気な歌と可愛い踊りにご注目ください。エビさん、カニさん、準備は大丈夫ですか？はい、それではどうぞ。エビカニクス。エビカニ、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 
とうございました。ありがとうございました。歌は一年ホルン伊藤由真、同じく一年トロンボーン横田直子、曲中ソロは二年アルトサックス岩野カウトでお送りしました。いや楽しかったですね。エビさんカニさんとても可愛かったです。さて平成の子供たちに大人気の曲をお送りした後は昭和に流行った曲をお送りします。曲は YMCA です。この曲は昭和54年に西城秀樹さんのヤングマンとして発売し大ヒットしました。またファイターズガールが踊っていたりコマーシャルで使われているので幅広い世代に人気の曲です。曲中に出てくるスペシャルゲストにもご注目ください。それではどうぞ YMCA。このライブ最後まで楽しんでいきます。皆さんもぜひ楽しんでみてください。それではいきます。せーの、 YMCA。 皆さんもご一緒に YMCA。ありがとうございました。スペシャルゲスト西城秀樹役は1年トランペット上田雄介でお送りしました。続いては合唱をお送りします。曲は七夕様です。皆さん、あさって8月7日は七夕ですよね。七夕といえば短冊にお願い事を書きますが、皆さんお願い事ってありますか？あ、ちょっとみんなたくさんあってね、私一つ一つちょっと聞き取れないので2人くらいに聞いていこうかな。誰か教えてくれる人？あ、じゃあまずマリンちゃんと、あと男の子、教えてくれる男の子。あ、じゃあ元気のいいカオトくんで、じゃあまずカオトくんから聞いていきますよ。お願い事を教えてください。楽器が上手くなると。こんなに習字もね、上手に書けるので楽器も上手くなると思います、私は。はい、ありがとうございました。じゃ続いてマリンちゃんの教えてください。手を伸ばしたじゃあね、たくさん牛乳飲んでいっぱい寝てください。はい、他にもね、皆さんたくさんお願い事があると思うので、そんな皆さんのお願い事が叶うよう心を込めて歌いたいと思います。
大丈夫ですか？水B が間に合わない。間に合いますね。はい、それではどうぞ。七夕様、身長も伸びると思います。さて、次の曲はと行きたいところなんですが、ここで少し私たちの部活について紹介させていただきます。本日の公演は1、2年生合わせて43名のチームよしきでお送りしているのですが、普段は3学年合わせて111名で活動しています。活動の内容はただいまの公演のように踊りながら演奏するダンス&プレイ、略してダンスと、普通の吹奏楽のように座って演奏する座奏を行っています。私たちのことをもっと知りたいという方は YouTube や Facebook、Twitter やバンドのホームページでも今後の予定や普段の練習の様子、公演の動画などを公開しておりますので、ぜひぜひ SIT バンドダンプレイ検索、よろしくお願いします。お願いします。さて、私たちの紹介もさせていただいたところで、次の曲へ参りましょう。続いてお送りする曲はきよしのずんどこ節です。この曲は氷川きよしさんが平成14年に発売した曲で、とてもヒットし、その年以降全国の盆踊り大会で使用されているんです。今回は歌付きでお送りします。この曲といえばきよしの掛け声が特徴ですが、今回の掛け声はゆっちで、よろしくお願いします。それでは一度私たちが見本を見せますので、真似してやってみてください。いきますよ。ずん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 どこゆっち、ずん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 どこゆっち。ありがとうございました。はい、ゆっちですね。はい、それでは本番でも元気の良い掛け声をよろしくお願いします。それではどうぞ、きよしのずんどこ節。
出来事は口を結んで一文字、いつか必ずふるさとへ錦飾って帰るから、守り袋を抱きしめて多くに鉛で歌うのさ、西の空見て呼んでみる、遠く優しいお母さん、うん、上田雄介でした。皆さん元気なユチコールありがとうございました。続いてお送りする曲は世界中の子供たちがです。この曲は小学校の音楽の教科書に載っているので、たくさんの子供たちに知られている曲です。また皆さんも一度は聴いたことがあるのではないでしょうか。本日はダンスだけでなく、お姉さんとお兄さんの歌付けでお送りします。可愛らしいダンスと息の合った2人の歌にご注目ください。それではどうぞ、世界中の子どもたちが。世界中の子どもたちが一度に笑ったら、空も笑うだろう、ラララ海も笑うだろう。世界中の子供たちが一緒に泣いたら、空も泣くだろう、ラララ海も泣くだろう。広げよう僕らの夢を、育てよう僕らの声を、探すよ僕らの花を、世界に虹をかけよう。世界中の子供たちが一緒に歌ったら、空も歌うだろう、ラララ海も歌うだろう。クラリネット鈴木あゆみでお送りしました。とても楽しかったですね。時間が経つのは早いもので、続いてお送りする曲が最後の曲となってしまいました。最後にお送りする曲はハッピニシンドバッドです。この曲はサザンオールスターズのデビューシングルで、曲名は当時のヒット曲であるピンクレディーの渚のシンドバッドと沢田研二さんの勝手に仕上がれを合わせてできたタイトルなんです。次々に変わるフォーメーションと部員たちの元気の良い掛け声にご注目ください。それではどうぞ、勝手にシンドバッド。
ララ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 ラ。飾る素晴らしい演奏でした。札幌国際情報高校吹奏楽部の皆さんに熱い拍手をお願いいたします。ありがとうございました。